外壁が。というわけで今日も始まります。この先にねお寺があるということで行ってみようかなと思います。足盛ですね、お寺、昔からのお寺ということで行ってみようかなと思います。竹やぶの中にあるお寺と、これまた建物のこの、ね、外壁が、その奥にはお墓がある。読めない。昭和36って書いてます。36に指定ですかね。なんかちょっとわかんないですけど、ちょっとまた変わったお寺、修福寺。守るに、まあ、服の服。おお、屋根瓦が、これ見栄があったんですかね。立ち入り禁止って書いてますけど、まあ、お寺というか、まあ、その関係の、ね、あったんでしょうね。まあ、立派なね家があったと思われるんですけども、完全にもう粉々というか倒壊してますね。
ましょうか。なんか珍しいお墓がいっぱい並んでますけどね。粉々にもうなって、天保3年かなり1800年ぐらい、明治34年って書いてます。本当に立派な屋敷があったんでしょうね。茅葺きのね、中に藁が、古いですね。もう立派なお墓というか、めちゃめちゃでかい墓石とかねありますけど、この足盛藩とかの歴史もあるんでしょうね。ビチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。いうわけですね、昭和53年ぐらいのお墓が一番新しいのかなっていうようなわけですけど、ほぼもう新しいのお墓なんかなと思って近くで見たら、まあ、そうじゃなかったとかいう感じですね。もうこれ昔ながらの神社のお寺か、お寺のお墓ということなんでしょうね。まあ、これだけのねお墓があるっていうのは、やはりこの足盛藩とかの関係のね場所なのかなと思いますけど、という感じで来ました。でもね、廃屋がまあおそらくね、その神社の関係のものだと思うんですけど、相当昔の建物かなと思います。今まで見た中で一番古いのかな、ちょっと分かんないですけど、まあそんな感じもあったりしますね。井戸、水汲み場があります。岡山からねちょっと分かったぐらいで見れるという、まあ、どんな生活感だったのか気になるところですけどね。え、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。